はい。えー、どうも、こんばんは。沖縄おばばです。えー、やっぱりこれ、もう一本あげることにしました。えー、ちょっとですね、えー、これはね、お知らせしといた方がいいかなと思いまして、はい、そのうち同じことが日本でも起きる可能性が出てきましたんで、えー、ちょっとね、えー、こちらの記事をちょっとあげようかどうか悩んだんですけど、あげることにいたします。はい、どうやらね、あの、卵不足ですね。卵不足。はい。 卵不足の原因なんですけど、はい、えぇ、ー、餌に関係があるようです。これ、アメちゃんだと思うんですけどね、アメちゃんの農家さんが、餌ですね、今まで使ってた餌、はい、あれ、ずっとあげてたんですけど、突然ね、なんか、産まなくなってしまったと、卵を。 はい、それでね餌を変えたらまた産むようになったと。これもしかしたらね日本でもやられるんじゃないかなって私危惧しております。はい日本でもやられる可能性がちょっと高くなってきましたよね。卵不足です。 これは意図してね、えー、鳥のね、鳥の餌にね、何かを混ぜているんでしょうか。しかもね、何軒かの農家さんなんですよ、これ言ってるの。一軒じゃないんですね。えー、で、えー、鳥の餌を変えたらね、また産むようになりました。じゃあ、餌が原因なんだろうなって思いますでしょう。ちょっとね、この、 この状況はのっぴきならないなと思って、えー、お知らせしたいなと思いました。はい。え、多分ね、大手メーカーさんの餌を使ってるんだとは思うんですけど、何かが入っているようですね。まあ、何とは言いませんけど、はい。えー、もしかしたらあれかもしれませんね。はい。えー、そういうことです。やっぱり来たかって感じですよね。 もし、餌にね、そういったものがね、入ってたらやっぱりね、産まなくなりますよね。えー、でも、まあ、でも、お旅立ちになっていないっていうことはどうなんだろうなって思います。まあ、分量が少ないのかもしれませんしね。まあ、その辺はちょっとよくわかりません。えー、とりあえず、あのー、餌をね、あの、今まで使ってた餌だったら、 たらしいんですけどそれをね産まなくなったんで別のに変えたらまた産むようになったということなんでね何,何らかのものがこの鳥の餌にね何、えー、かが入ってて、えー、卵をね、えー、不足させているというそういう事態になってるんでしょうねきっと。 まあ、詳しくはわかりませんけどね。まあ、どうなんでしょうか、これ。はい。日本でもね、ちょっと同じことがやられたらね、ちょっとまずいんじゃないかなーって私思います。えー、これもね、あちら側の一環なんでしょうかね。まあ、向こう側はね、あの、例のね、えー、ダボダボのね、会議の方で、 何か言ってましたもんね。十、十億人ぐらいの方がね、十億人ぐらいの方がね、なんか、あお肉をね、食べなくなれば、あ地球環境は改善するとかね、えー、言ってましたからね。でも向こう側はね、もう十億人も、十億人って言ってもね、向こう側はね、はい。 これ一体何のことなんでしょうかねまあ、わかりませんけどね。わ <laughs> かってても言えないですけど、はいえ。まあ、そういうことでございます。10億人ぐらいの方がね、お肉を食べなければ、地球環境は改善されるってね、ダボダボ会議で言ってた方がいらっしゃったんですよ。はい。まあ、そんなこんなでね、もしかしたら、えー、この卵ですね。卵もね、 えー、まあ、ね、鶏さんが産むんでね、産まなくなればみんな食べなくなるかなっていうことでもしかしたら何かを入れてるのかもしれませんね。わかりませんけど。はい。まあ、いろんな思惑が飛び交っております。えー、まあ、卵はね、今後ね、あのー、貴重になってくるでしょうね。いろんな理由をつけてね、えー、鳥さんがね、サクッと乗されてますからね。 えー、そういうことでございます。まあ本当にね、えー、いいのはもうちょっと安定してからですね。今、今ちょっと鳥を飼うのはちょっと危ないかなとは思います。はい。えー、これからですからね、あのいろんなことが起きるのがね。なので、あ、安定してからね、えー、まあ、えー、できたらあ、お庭付きのね、お家を持ってね、多分その頃にはね、 あの、人もね、かなりね、あの、消えちゃってるんで、え住宅価格もね、そこそこね、あのー、怒ってると思います。はい。なので、 えー、一軒家を買ってね、お家でね、ニワトリちゃんとか育てて卵を食べるのが一番いいんじゃないかなと思います。まあでも今これはできないんでね、やっぱりね。できても、あの、まあ本当にどいなかだったら別ですけどね、えー、都会のお庭付きのお家でね、えー、リちゃんなんていうのを買ってしまうとね、えー、まあ、そのニワトリちゃんね、 えー、食料のキッキーが来た時に狙われちゃいますから。はい。えー、そういうことなんで、まあ相当山奥とかだったら別ですけどね。はい。山ん中とかね。あのー、本当に、えー、周り1キロ四方に家がないとか、あそういったあ田舎の方だったらあ、また別問題ですけどね。はい。えー、多分狙われちゃいます。はい。 え、なので、えー、まあ、今はね、やれないけど、まあ、将来的にね、落ち着いてから、これは考えた方がいいかもしれませんね。はい。お、鳥さんを飼ってね、卵を産んでもらうということですね。はい。えー、そういうことでございます。えー、こちらのね、記事も貼っておきます。どうぞ皆さんね、ご覧になってください。よろしくお願いいたします。今日も一日ありがとうございました。また明日ね。 えー、お会いいたしましょう。皆さん、良い夜をお,すぐお過ごしください。沖縄おばばでした。えー、こちらちなみにね、えー、スズランさんですね、スズランさん。はい。あと、バラの花さんですね。これ、美女と野獣のでしょうかね。よくわかんないんですけど、はい。塗り絵でした。